どうもレゴラジです。今回紹介するのは5月4日発売決定いたしましたレゴラジが一番大好きなディズニーアニメ作品の実写リメイク版のレゴのセットになります。リトルマーメイドシェルパレスの紹介となります。発売日が5月4日に決定しましたね。1日じゃなくて5月4日の発売になります。価格が 19,980 円、ピース数が 1,808 ピース。大人レゴですね。まあ箱を見ての通りね、黒い箱なので大人レゴの扱いになるんですが、1,808 ピースすごいな。でミニフィグが5体ついたセットになってます。製品番号43225で、まあ、詳しくちょっと見ていきましょうということでね、いきなりねスライドしていくとですね、これはセバスチャンですね。カニちゃんセバスチャンですね。カニですね。これね、もうね、どうやらね、実写版もね、カニみたいですね。これ実写版のトレーラーとか全然見てないんでわかんないんですけど、なんかね、娘に聞いたところね、セバスチャンがね、セバスチャンじゃないって言ってましたね。我が家ね、全員リトルマーメイド大好きなんですよ。ちなみに嫁ラジはラプンツェルが一番好きみたいですね。レゴラジはアリエルが一番好きなんですけどね。まあいいでしょう。んで、これ下見ていくとですね、ミニフィグも出てくるんですけど、これ、フランダーですね。フランダー白いですね。実写版のフランダーはなんか魚みたいですね。まあアニメも魚なんだけどね。でですね、まあいろいろ他にもね、突っ込みどころというかね、アニメ版と違う設定を変えてるところがいろいろあってですね、まあアリエルに関してはね、俺はいいと思うんだよね。まあアメリカではね、私のアリエルじゃないなんていうことを言う人もいたみたいですけどね。まあ毎回あるからね、そういうのはね。まあそれはいいとして、でアリエルのお姉さんたち、今回名前がね、リメイク版全員変わっております。アーから始まってたんだけど、最後に A が来る名前に変わったみたいですね。変わったというか、まあ実写版はそういう風にやっていくそうです。でトリトン王とかアースラもちゃんといて、お姉さんがカリーナとインディラ、これね、レゴのプリンセス、ディズニープリンセスシリーズのアリエルはお姉さんのミニフィグ何気にレアでね、人気だったりするんですよね。セバスチャン、トリトン王で、ここにはね、アリエルのあの秘密のお部屋がね、宝箱が置いてある洞窟を再現してるみたいです。これもね、実写版と映画版どう違うのかちょっとわからないんですけどね。まあこれは映画必ず俺見るんで、ちょっと楽しみですね。で、アースラ、さあさあ悩める人、アースラの声優さんって誰になるんだろうね。森久美さんだったよね、アニメはね。気になるところですが、といった感じで、レゴショップ公式オンラインストアで現在確認できますので、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは画像を確認しながら、リトルマーメイドへの熱い思いを語っていきたいと思います。レゴラジリトルマーメイドが、ね、先ほども言いましたが、一番好きなディズニーアニメなんですよね。これね、ハマったのがね、いつかな、20歳の頃かな。もう姪っ子と何度も一緒に見てたんですよ。これね、自分の娘じゃなくてね、自分の娘が生まれる前だね。姪っ子とね、何度も見てね、その姪っ子がね、歌ってたんですよ。足が可愛くてさ、姪っ子のさ。もうね、何回も見たからね、歌もね、バッチリ全部覚えてるからね、歌えるからね。じゃあ歌いましょうか。いや、歌は歌わないんですけどね。で、名曲もね、いっぱいあるしね、いっぱいではないけどか。いっぱいではないけどね。いいよね、アンダーザシーとかもめっちゃテンション上がるじゃん。あんなのね、なんでもない時に聞いたらめっちゃテンション上がるじゃん。
それぐらい大好きなんだよね。で、もちろんディズニーシー行ったらね、まあライブ配信とかでは言ってるけど、一番好きなのがマーメイドラグーンだっけ？マーメイドラグーンってセカオワの歌だっけ？まあいいや、あそこね、アリエルのとこ、あそこがね一番好きなんだよね、ディズニーリゾートの中では。そんな感じなんですよ。細けえなこれ。すんげえ細かいね。さすが1800ピースだね。2万円でしょ？いや、買うけどさ、細けえな。これまた修行みたいなレゴだね。で、魚か。魚、あ、なんだっけ？ジェットサム。ジェットサム、なんとかサム。名前が出てこねえ。忘れちゃうんだよ、すぐ。ジェットサム、ブロットサム、フロットサムだっけ？アースラの部下。あれも気になるよね。どんな感じなんだろうね、実写版。で、これもさっきも言ったけど、セバスチャン、ガニ、フランダー、白い。で、アリエル、トリトン王、アリエルのお姉さんたち、アースラのミニフィグがついてるんだけど、これね、カリーナだっけ？丸山カリーナに似てるよね、これね。真ん中のお姉さんね。似てるよね。うん、まあいいか。で、大きさなんですけど、こんな感じ。横幅31センチ、高さ32センチ。まあ、ほぼ四角い大きさだね。うん。すげえな、これ。これ、すごくない？これって設計図になるのかね？こういう画像毎回出てくるけどね。いやー、結構でけえぞ、これ。でも、本棚に飾れるな、これ、うちの。本棚行きかな。これはもう確実に作って飾るからね。これはもう発売日に、いやーちょっと発売日にはできないなー、やるの溜まってるからね。で、箱の裏面はね、こんな感じになってるんだけどさ、まあ表もそうだけど裏もさ、かっこいいよね。なんかもっと可愛らしい感じのパッケージにしてもいいかなと思ったけど、まあ完全にターゲットを大人に絞ってるんでね、こんな感じの真っ黒い箱になってるんだけど、大人レゴはこれは目を引くよね。プーさんの時みたいに山積みにするのかな。でも価格帯がね、倍以上だからね、19,980円。レゴストアも同じ価格だと嬉しいけどね。まあもちろんこれキャンペーンがいろいろあるので、キャンペーン絡めてゲットしていきたいんだけど、他にもね、5月いっぱいレゴいいの狙ってるのが出るんで、同じ日に買わないで分けて買った方がいいかもしんないね。最近キャンペーン2つくれないからさ、金額が2倍いってもね、キャンペーンの金額いっても。なのでちょっと考えて買っていかなきゃなぁと思っております。で、こちらもね、発売新製品なんですけど、6月1日アリエルの宝石箱。これはね、スカートがなんか、スカートがひっくり返してアリエルの胴体入れられるんだっけ？まあ、これまでも発売されたよね。ミニセットで発売されてたかな？このプリンセスのスカートのキラキラシリーズね。これもいいよね。アリエルの宝石箱。これいいな。これも欲しいね。で、これはプリンセスブックシリーズ。これは5月1日発売で2780円。これもね、何気に人気のシリーズなんだよね。で、ちゃんと買っておかないと、後ですね、バカ高値になっちゃったりするからね。うん、気をつけて、気になる方はゲットしといた方がいいです。必ず。で、これがマイクロドールっていうシリーズなのね。ミニフィグでもミニドールでもなく、マイクロドールっていうシリーズになります。これは必ず欲しい。で、これは6月1日。まあ、ディズニーシリーズだからちょっと一緒に紹介させていただきますけど、ミッキーのミニフィグがめっちゃ気になるよね、これね。で、価格が7980円。結構するね。ピース数が1022。あ、なんだ、すんげえでけえセットじゃん。まあ、これはちょっと買えないかな。まあ、いろいろ遊べそうだね。いろいろ作れるのかもしんないね。ということで、今回は駆け足でしたが、アリエルの新製品紹介していきました。気になるものがあったら、ぜひコメントください。あと動画への高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。おつらじ。